はい、じゃあね、今天龍寺さんのね近くに来てます。人はこんな感じですね。じゃあちょっと天龍寺行きましょうか。境内を入ってですね、ここは一回来た時あるな、そう、あの渡月橋から行けばよかったんですけど、駅から来ちゃったんで、ね、こっちは目の前に着いたから、ね、初めちょっと駐車場がずらっと続きますね。今ね、時間的には9時ぐらいですよ。こんな感じで、しばらく歩くのが続くから一回ちょっと切りますね。はい、じゃあね、天龍寺入ってきました。早速ね、だるまさん、だるまず後ろなんかあるんですか。ああ、さすごいです。すごいね。中はね、あの撮影いいって、あの許可もらいましたんで。すげえ。何がすごいってちょっと観察しましょうか。庭。なんか私の記憶があまりないんですけどね。来たんですか。うわ、素晴らしいですね。よいしょ。ああ、揺れてごめんなさい。わー、ここもすごい。なんかないだるまさんの中も入ります。あちこちに寝転び禁止って書いてありますよ。まあそりゃそうでしょうね。でも気持ちはわかる。気持ちはすげえわかる。寝転びたくなってみて、すごいですよ。ほら、こうやって庭をこういう感じでね。ですよ。じゃあちょっと庭をターンさせましょうか。感じですね。ちょっと他のとこも行ってみましょうか。ああ、揺れる。
ブレイブレだ今日は。また竜のね天井絵っていうのはまた別なとこにあるらしいんで、あれさん見ないね、うん、こういうとこに住んだらすごいだろうね、うん、わあ、どうですか室内。皆さんいろんな方いらっしゃいますけど、あの動画は私だけでしょうね。あ、すごい絵です。襖絵。こちら、ほら。見えないかな、逆光で。竜ですね、竜。雲流図。よいしょ。客側はこんな感じです。あのね、ガラスコーティングというかガラスで絵はね直接外気に触れないようにしているような感じなんですけど、いやこれはまた紅葉の時来たらそれはそれはそれはそれってすごいと思いますね、うん、普段ならでももっと人がいるんでしょうね、うん、こちらこちらで枯山水ですね。ブレールこんな感じの枯山水の部屋庭ですね。こちらの奥のね建物の中に天井のところに竜がどこから見ても自分を見てるっていう説明がありましたけど、うん、ありましたね。逆側からちょっと映してみます。こっちは見えない、ちょっと場所変えて、うん、よいしょ、こっちね。あ、この絵が素晴らしいですね。
クは映せるかな。カメラの限界を感じますね、さすがにね。あの肉眼ではもう奥にこの普通屏風の空いてる隙間から宮がバーンと見えてとても綺麗なんですけど、やはりスマホのカメラだとそこまでの性能というか写真は撮るの難しいかなと思いますので自分の顔は今スマホが赤ちゃんって判断しました行けるので庭を移していこうかなと思います。これでね一周回りました、ね、他のところもちょっと回ってみたいと思います。すごいですね、うん、来ましたね。同じとこ来ちゃいました。奥にね、放物ね。ハギさん、もうそろそろぶつけそうですから。ハギさん、175あるんですけどね。やはり昔の人は170もでかい人いなかったですからね。うん。こっちにはね、小さい小川が流れてますよ。これは可愛い小川だ。ちょっと映してみましょうか。こんな感じですね。すごい。茶室かな、あれは。逆側もちょっとまた始めようか。こんな感じです。こういう街道になってますね。で、逆側はこんな感じで、うん、写真をすげえ撮られてますね。よいしょ。おお、この茶室だ。じゃあまたちょっと進んでみましょうかね。暗い。優しいですね。下に畳で、あの道ができてますからね。普段はどんぐらい人がいるんでしょうね。非常に。でも
動きやすいというか、うん、金をつかないでください。上にも金があります。これですね、これ後ろに書いてある金、うん、素晴らしい。こんな感じですよ。ここは最初の本堂みたいなところですね。やっぱり絵が素晴らしい。全然光は届かないと思いますけど、やっぱりねこういうとこは暗がりでね、うん、神秘的なものっていうのがさせた方がいいっていうのありますからね。ここで最後かな、うん、出るところはね、あとは庭をぐるっと回るようなコースにはなってるみたいなんですけど、広いですね。でちょっと庭の方に行ってみようかと思います。でははいね、じゃあね、庭の方に降りてきました。庭から見る本堂はこんな感じですね。さっきとね、まあもちろん似たような感じですけど、上と下ではまたね目線が違うっていうのはありますので、ちょっとね綺麗なものをみんな映しながらやっていこうかな、ご案内できればなと思います。これをさ、ずっとさ毎日のように手入れをしているっていう方がいるっていうのもね、あ、でもお坊さんに聞いたんですけど、あのこうやってお寺をきれいにするものを修行の一つだって言ってましたね、うん、なんでお寺さんがボロボロになってるところっていうのは、あ、ね、ついてる人がいないとか、まあその支部によって掛け持ちがうまくできないとかそういうことらしいですけど、もう一つのあれですよね、空間を本当に演出してる感じですよね、うん、お、すごい。コンブルアサキムシ式部だって。お、つくしが生えてます。かわいい、見ますかね。萩さんの庭にもね、つくし生えたりとかするんですけどね。もう花の匂い、素晴らしい。こんな形でちょっとね、進んでいこうかなと思います。綺麗な花だ。なんて花だろう。あけぼのアセビ。アケビじゃないんだ。アセビってツツジか。へえ。庭はこんな感じですよ。これでね、桜がバーッと咲いたらまたこれ。すごいなと思います、うん、あ、もうちょっとで咲きそうな感じの、うん、こ
これもそうです。あ、これ少し咲いてるね。クレハシダレウメだって。梅、あ、梅だから終わってるわな。梅は終わっちゃうよね、さすがにね。前は庭まで見てなかったな、そういえば。庭の奥までは来た時は、内部のね、本堂だけで終わってましたけど、上になんか登れるとこがある、ちょっと行ってみましょうか。本当にね、手入れしてるのが素晴らしい、うん、いう庭ですよ。上に登っていこうかなと思います。普段は外国の方はいらっしゃるんですかね、わからないですけど、うん、話し声は全部日本語しかほとぼう聞こえません、うん、この上にちょっと行ってみましょうかね。またブレブレ動画になるかもしれないです。先が見えてたか分かりやすいかな。こんな感じ。天龍寺庭園内にて弁当を食べること、飲酒飲むことは禁止します。でもすげえ、ここで花見できたらすごいなと思っちゃいますよね。そりゃすごい、いい景色。うん、そう、前バス旅行かなんかで来たんですよね。うん、そう、やっぱり時間あと思ったら、その時はもっと人いっぱいいました、うん、なんか写真撮るのもすごい、人と人との隙間を縫うようにして写真をバシャッと撮ってたんですけど、余裕余裕で撮れます。どうですか、竹林有名なところもありますよね。あ、後でそこ行ってみようか。竹のね、竹の街道みたいなの。でもみんな写真見るとすげえ人だらけっていうイメージかな。ブレブレ動画。もうちょっとじゃあ竹の子の時期ですね。食べたいですね。竹たちね、竹の子掘るクワも買ってあるんで、それでちょっとやっていこうかなと思いますよ。出入り口は一つなのかな。もし向こう側から出れたら行きたいんだけど。よいしょ。すごいね、ほらこんな感じですよ。あっちから出れるかもしれない。あ、出れる出れる。緑映してたけども随分綺麗ですもんね。わ、すごい、どうこれ、桜と慶応桜ね、後ろに。こっち側も
ロッコ電車の音ですね。ピュンって鳴ったの。うん、乗ってみようかなって。やろうと思ったことは全部やろうね。そんなに何年かに一度しか来ないんですから京都は。うわ、もう咲きそう。ほらこれね、めちゃめちゃ咲きそう。ここがあの有名なあるとこかな。ちょっと行ってみましょうか。嵯峨野めぐり。うん、チェック切ります。じゃあここでもう天龍寺終わりさんなんで降ります。